暑い夏を乗り切るために海やプールに行って外から冷やすのもいいんですが、私は冷たいものを食べて体の中から冷やそうと、秩父の長瀞長生館さんで流しそうめんを楽しみにやってまいりました。皆さん美味しそうに食べてらっしゃるんですけども、私も早速いただきたいと思います。食欲がなくてもこれだったらたくさん食べられますよね。私もどんなお味か流しそうめん初体験でいきたいと思います。うん、美味しそう。まあいろいろあるよね。ごめんなさい。すいません、本当すいません。